どうもこんばんは、ゆらたまです。今回なんですけど、超究極イフリートのミッション攻略やっていきたいと思います。で、今回編成してるパーティーなんですけど、水浴の書庫でも手に入る始皇帝で、3P のキャラクターに、こちらね、ちょっと追憶の書庫ではゲットできないんですけど、その他のキャラクターの帰りで、自陣でガチャ券としてタウン1体で、フレンド枠にリムル1体という風な形の立ち回りをしております。で、ぶっちゃけ言うとね、ここね、その他のキャラクターでできる限り来ないでください。ミッションね、敵が硬すぎてめちゃめちゃ苦戦します。なんですが、やっぱどうしてもね、キャラクターいないよっていう人のために、ぶっちゃけ3体ね、その他キャラクターだと3体ともちょっとミッションとか紋章とかつけないといけないので、まあえてね、まあ、かつ安定して勝てる、かつちょっとでも難易度ね抑える形のパーティー編成としてますので、その辺だけご了承ください。はい。で、この編成にした理由なんですけど、まあ、ちょっとね、始皇帝2で勝った動画とかもあるんですが、まあ、ちょっと今多分ね、さっとスライド出してると思うんですけど、ぶっちゃけね、僕は納得いかなかった。納得いかなかった。これ攻略動画にしていいのかっていうぐらい、何回も撮り直したんだけど、やっぱりね、その、難しいショットが多めになってくるんですよね。始皇帝が、その火力がないし、ストライクショットも大したもの持ってないので、なかなかね、やっぱ、うわぁ、これ、違うなぁ、と思いましたので、今回ね、ちょっとね、キャラクターとしては、ちょっと、こっちもね、なかなかね、あんまり納得はいってないんですけど、このキャラクターで、まあ、攻略動画、第1個目の攻略動画っていう風な形で出したいと思います。はい。で、まあ、今ね、この、カウムとリムルテンペスト編成してるんですけど、ここね、リムルテンペストが増えれば増えるほど攻略が楽になります。なんですが、今回その他キャラクター2体を編成してることによって、道中のね、火力が足りなくなるんですよ。なので、カンウ入れております。で、カンウなんですけど、これコネクトスキルがもうめっちゃめちゃね、まあ、コネクソって言われるぐらいのスキルなんですけど、これね、カンウのコネクトスキルが、激種が違うキャラクター1体または、ラックが100以上で発動するコネクトスキルとなっております。で、これコネクトスキル発動しないと、アンチワープ発動しないので、ギミック適正じゃないんですよね。っていうところもあって、まあ、めちゃめちゃね、使いづらいカンウではありますが、こういう時に追憶の書庫でゲットできる、こちら始皇帝ですね、運極にしてあげることって、カンウもコネクトスキルを無事発動して立ち回ることができるようになります。はい。なので、これね、始皇帝は運極となっております。で、ワクワクの実とか紋章に関しては概要欄に書いてますので、また参考にしてみてください。はい。ってな形で、ここのクエストなんですけど、今ね、ボスじゃなくて、ファーストステージに関しては、横缶ムーブでね、雑魚処理したかなと思うんですよ。で、セカンドステージに関しては、縦缶ムーブで雑魚処理してください。で、このステージ見てもらえればわかるかなと思いますが、中央の左右に、これ、加速ブーツのパネルがあります。で、このパネルなんですけど、どういう風に出すかっていうと、このドクロマークの雑魚敵倒すことで、これ、出ます。だけ出ます。なので、これ加速とかドクロマークの雑魚倒せなかったら、この加速パネル出ないので、その他のキャラクターでこの加速ブーツの、まあ、ドクロマークの雑魚ですね、ドクロマークの雑魚倒して加速ブーツのパネル出すようにしてあげてください。そうすることで、このガチャゲンのキャラクターの時に火力ね、出したりとか、まあ、雑魚処理したりとかすることができますので、すごいね、ボス戦、中ボス戦以降安定してくるかなと思います。はい。で、まあこのね、今カンウとあとリムル編成してるんですけど、じゃあカンウ火力高いのでカンウ2体でいいやんって思うんですけど、これカンウ2体だとマジで火ダメージ HP 管理が大変になります。火力は出るけどね、火力は出るけど HP 管理が大変になるので、ここは回復持ち、あとはソウルスティール、あとはバリアを持っているリムルテンペストを入れております。で、リムルテンペストのストライクショットもね、めちゃめちゃ強いんですよ。なので、ボス位置でリムルテンペストのストライクショット打って、で、カンはこの中ボス戦で打ちます。カンのストライクショット打って、で、ボス2とか、まあもしくはボス1体力残ったら、カーリのストライクショット打って、SS をね、カンとリムルテンペストの SS を短縮させて、ボス2とボス3で1本ずつ SS 打っていくっていう風な立ち回りとなっております。で、これ中ボス戦、次のステージからボス戦になってくるんですけど、この中ボス戦は結構ここも硬いです。左上のこれズーマなんですけど、これズーマめっちゃ硬いんですよ。で、なので、これカウのストライクショット1本打って削っていきます。
で、カーンのストライクショット、なんでカーンが強いかっていうと、まあ、キラーが持ってる。かつ、底力もある。で、アビも適正。で、超スピード型。もうめっちゃ強いじゃないですか。これだけで超強いんですけど、さらにストライクショットが、ここね、クエストの仕様とめちゃめちゃ相性いいんですよ。っていうのも、ここのクエストなんですけど、今ね、この動画始めた一番初めに、この、クエストの仕様ね、敵に触れる数が多ければ多いほど攻撃力がアップするっていうクエストの仕様が出たかなと思うんですが、ガイドはね、ガイドが出たかなと思うんですけど、これね、カーンのストライクショットは、敵を倒せば倒すほど火力アップするストライクショットとなっております。なので、めちゃめちゃ暴れるだけで敵いっぱい倒せるし、かつ、それでね、攻撃力がどん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 上がっていくっていう風なストライクショットとなっておりますので、別に2段階貯めなくても1段階でもめちゃめちゃね、ボスのゲージ1本、もしくは中ボス倒しきるようなストライクショットの火力を出すことができます。っていうところもあって、火力キャラだったらカーンがおすすめかなと思います。はい。で、まあ、中ボスはね、しっかりとリムルテンペストでこういう風な形で削っていってっていう風な形です。で、このクエスト全般的に、まあ、反射キャラじゃないといけないんですけど、反射キャラで一番いって、特に思ったのが、このクエスト入れ版めちゃめちゃします。イレギュラーバウント腹立つぐらいします。で、そういった時の角度をちょっと見てて思ったんですけど、大体ね、まあ、15度、20度ぐらいの角度で打つと入れ版めっちゃします。なので、その角度は、本当にね、厳しい時とか、どうしてもこれしないとボス削れないとか、雑魚処理しないと負けちゃうとかっていう時にしてあげるようにしましょう。で、まあ、それ以外の角度であれば、基本ね、入れ版しにくい角度ではあるんですけど、僕がいいなって思ったのは、15度未満で雑魚処理とかはしてあげてください。そうすることで、結構ね、これ15度未満ぐらいで打つんですけど、そうすることで、しっかりと雑魚処理することができます。で、ここはね、ボス1のこの価値なんですけど、同時処理となっておりますので、2ターンかけてもいいんで、ガチャゲンキャラじゃないとなかなか削れないよね。ガチャゲンキャラで削っていくようにしましょう。はい。で、これね、クロスドクロ発動させると、ボスの1移動と、あとは、こちら、ドクロマークの雑魚敵が出ます。なので、ドクロマークの雑魚敵は、その他のキャラクターで倒しきる。で、しっかりとガチャゲンのキャラクターで火力を出していくっていう風な立ち回りです。で、これね、価値を倒すまでは縦貫です。価値を倒した後は横貫ムーブで立ち回ってください。これ、ストライクショット打っていきます。はい。で、450なんですけど、今パックを編成してるんですが、別パックもね、やっぱ遅延ができるので、こういう風に同時蘇生のクエストだとめちゃめちゃ活躍します。なんですがね、ここ、HP の管理も結構大変なので、リムルを編成しない場合っていうのは、ビビアンとかチョッパーとか、そういった回復系の450もすごいおすすめです。で、カーギ、今回編成してるんですけど、これ始皇帝2体じゃないといけないよって時あると思うんですよ。本当にキャラクターいないよって人もいると思うので、始皇帝2体の時は、ここの450の枠を大賢者にしてください。大賢者にして、ストライクショットをね、ガチャゲンのキャラクターを貯め直すっていう風な形で立ち回るようにしましょう。はい。で、ここ、セカンドステージなんですけど、ここもね、今ね、こういう風にカーンみたいな位置に、配置悪いじゃないですか。こういう時は斜めで打ってあげましょう。で、斜めで打つ時も、斜め45度とかで言うと、このブロックとかの間でうまくワープしてね、ループして、なかなかね、雑魚処理できなかったりとか、ボスに火力出せなかったりするので、大体理想の角度としては35度ぐらいの角度。斜め35度ぐらいの角度で打てば、角度が狂ってね、ブロックループしたりとかもないので、そういう風な形の角度で打つようにしてあげましょう。で、これ、カーリーの強いところ。ストライクショットで SS の遅延がというか短縮ですね。短縮ができます。で、カーリーのストライクショットなんですけど、雑魚処理優先っていうよりは、味方のキャラクターに当たるっていうところを優先してあげてください。はい、これでね、味方に当たることでストライクショット短縮していって、なんならね、次のターン、カーンのストライクショット1段階も打てるようになりました。はい。てな形で、まあ、しっかりとこういう風な立ち回りをしてあげることで、ちゃんとね、火力出すキャラクター、あとは雑魚処理するキャラクターっていうところがすごい分かれてて、まあ、しっかりとね、削り切るのも間に合うっていう風な形になります。これね、その他のキャラクターで無理に削りに行こうとかってすると、まあね、どん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 ね、ドツボにはまっていって負けるような形になります。で、このね、ドクロマークの雑魚敵なんですけど、これね、攻撃ね、2ターンに1回なんですけど、ここ、何してくるかっていうと、これね、毎ターンなんですけど、毎ターンとかね、2ターンに1回ね、レーザー放ってくるんですよ。で、このレーザーもめっちゃ痛いので、しっかりと雑魚処理。残り1ターンになった、このドクロマークの雑魚敵がいたら、ここはね、こういう風に縦貫のムーブで
しっかりと雑魚処理してあげてください。はい。で、ボス戦なんですけど、ボス戦はね、ボスの右下の数字が即死攻撃となっております。なので、このターンまでに抜けてあげるようにしましょう。で、残り4ターンじゃないですか。で、これパックを打たないと、まあ実際ね、ここで、SS 打つしかないので、ここはカウのストライクショット打っていきます。で、今回攻略動画っていうところもあって、四五十は使わない攻略となっております。はい、ここストライクショット打って、しっかりと削っていくと。でこういう風に縦勘でブロックとね、弱点の間に挟まることができれば大ダメージ出すことができますので、ここね削りに行くときは縦勘じゃな、横勘じゃなくて縦勘ムーブで削りに行ってください。はい。で次ラストゲージとなっております。でラストゲージはリムのストライクショットを打ってボスをね大幅に削った上で勝ち切るっていう風な形で立ち回ろうと思います。で、これね、雑魚処理、ラストゲージめっちゃ大変なんですよね。で、この雑魚処理で戸惑ってしまうと、まあなかなかね、ボスの即死ターンまでに間に合わなくて死ぬっていう風な形になっちゃいますので、この辺要注意です。はい。で、ここはね、配置がいいキャラクターが、多分ね、上と下に分かれるかなと思いますので、下に配置されてるときは下の雑魚敵。で、上に配置されてるときはこの上の価値を同時処理するようにしてあげましょう。今のような角度で打ってあげると価値同時処理することができます。で、ここはね、しっかりと、あとはキャラクターで、これね、イフリート。これ超究極イフリート。これはテンスラのイフリートなんですけど、ボス。これね、雑魚敵の今クロスドクロの左下のやつはモンストのイフリートです。これもイフリートって名前なんだけど、はい。イフリートを処理してあげます。で、処理してあげると、分身体が出ます。これ原作再現ですね。はい。これ原作再現なんですが、まあ、しっかりとね、分身体含めて倒していくっていう風な形です。で、これ今次のターン、リムルテンペストなんで、しっかりと帰りのターンで、これ、ドクロマークの雑魚を処理して、ブーツ出すようにだけしてあげてます。で、ここなんですけど、斜めで挟まることができれば、めっちゃゲージ飛ばすことができますが、これね、アンパイに打つとしたら、今、打つんですけど、リムルテンペストストライクショット打って、こういう風な縦勘で入れてください。これができると、しっかりとね、火力出すことができます。まあ、SS なんでね、めちゃめちゃ火力出るんですけど、こういう風な形で火力を出していってあげてください。はい。で、残り4ターンのうちに、この体力を削り切って勝ちという風な形となっております。はい。この体力だったら全然削り切れますね。しっかりと削っていって勝ちをもらいましょう。はい。ってな形で、まあ、普通にね、まあ、縦勘とか横勘とか、まあ、入れ番する角度とか、あとブーツ雑魚倒すとかね、順番とか間違わなければ、火力がね、低いキャラ2体入ってても、ミッションクリアの、全然ね、間に合いますし、クリアすることができますので、まあ、本当にどうしてもキャラいないよって人は、ぜひ試してみてください。で、やっぱソロじゃ勝てないよって人は、やっぱマルチ頼みましょう。で、マルチでね、友達とか、ツイッターとかね、ああいうので募集してたりもするので、マルチ頼ったりとかね、お手伝いとか、を頼ったりしてぜひ攻略してみてください。僕の配信でもお手伝いライブやっていきたいと思いますので、よかったらね、そちらの方もチャンネル登録、ベルマークの通知、高評価もして待ってくれると嬉しいです。はい。あとは帰りでね、普通に立て勘していってフィニッシュっていう風な感じとなっております。はい。という風な感じで、まあ、今回ね、超究極イフリートのミッション攻略ですね、スキルなしのミッション攻略やってきましたが、シズさんだけであれば、ミッションね、スキルありで攻略してもゲットできますので、どうしてもね、シズさんの運極欲しい方はそういう風に立ち回ってください。はい。今回の動画はここまで。この動画は良かったら最後、またチャンネル登録、高評価よろしくです。では、バイバイ。